学校で無断でアイドルしたら怒らそれは怒られるどうなんだろう <laughs> でもそれはお無断無断はよどうなんでしょうよくないんじゃないでもわ私は言いましたさすがに学校には言ったよそうでもんかまあ受かってからですけどね私言ったのはそう あじゃああれを書いとかんといけん何だっけテーマパークイベント参加中はいよいしょ自己紹介したっけまあ忘れちゃった <laughs> どうしどうやって自己紹介はしたんだっけか忘れたしてないしたしてないしたあしたよかったもう私たっきのさ 自分がなあの5秒ぐらい前までこれやろうって思ってたのにさもうそれをすっかり忘れて何やるんだっけってもうずっと考えてたのそうまあちゃんと思い出してできたんですけどそうそれは前髪をね整えることでした今日はね巻いたのでもうすっきりすっきりですよ短くなりましたね前髪が巻いたことによってすばら P そうなんかさちょっと私最近ちょっと息抜きにまあ集まりしてるんですけどそしたら今日間違えてなんか預け入入れれののお金を全部ローンに入れちゃったのもう本当に私はそれがショックで今まで頑張って貯めたのにお金って思って。 本当に、もう本当に私はそれがショックで。というわけで皆さん、今からあつもうちの島でお金稼いでもいいですか <laughs> 言い方 <laughs>。言い方 <laughs>。今からうちの島でお金稼いでいいですか <laughs> じゃあちょっと稼がせていただきます。なんと今日はジャスティンが来てるので。 あのジャスティンっていうさ人がいるんだけどその人お魚を買い取ってくれるの高くだからね今日はえー、っと何分にしようかな40分でどこまでお金を稼げるかさお魚でちょっとやってみようかなって思いますいやマジでショックなんだけど本当にもうさあのでそれでなんかなんだっけあの なんかそのえー、っと思い出せない何も思い出せないなんだっけあれそうだからよし今日もちょっとあれだからちょっとじゃあお金あの預け入れの方に入れとこうって思ったら0円ではって思っていやさっき入れたよねみたいなそう私ローンに5万あっ熱盛りの話ね熱盛,盛中って書いとこうややこしいからそんなさ マジでややこしいよねねごめん、ね、今雨降ってるんだよそうなんかなんかその5万5万でそ集まりの話ね5万5万でローンと預け入れに入れようと思ったのそしたらなくってもう1銭も預け入れにだから私間違えてあの入れちゃったんだと思うの もうだから本当にそれがショックで今はいはいはい今所持金0円ですそう <laughs> やばいよねリアルでさ ATM の話してるアイドルもいないとアイドルっていうかもう人前でさその話をしてる人もいないとは思うけどねじゃちょっとあの一旦さちょっと網作っていい多分絶対壊れるから網をあのに2本ぐらい作っとく網じゃないわ 釣り竿、釣り竿二2本ぐらいちょっと作っとくねあ,あ釣り竿一1本作ってたわあでもね割とねすぐぶっ壊れるからね作っといた方がいいんだよこういうのは何が必要なんだっけえー、っと鉄鉱石ねオッ,ケーオッケー。鉄鉱石になる あれなんか今すごい音しなかった気のせいかまあいいやちょっと待ってまだだからまだ40分まだだからね本当にないの <laughs> 一応なんかあの銀行に入れてはあるんだけどさいや本当にショックでそれがなんか結構貯めてたんですよ私50万は嘘かもしれんけど 割とそれぐらいレベルでは貯めてたのね。だから本当にショックでショックでしょうがないの。だからね、今から40分で、魚でどれだけあれができるか、挑戦したいと思います。で、できるだけ、あの、できるだけポケットの、ポケットを空にします。おーい、ちゃ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 ゃ。虫のステッキも収納。60株も10株に分けなくてよろしい。 えーっと、10株も食べんでいい。食べれるんだねっていうか。株は収納できないんだ。なんでやねん。そう、なるべく収納して。さすがに、あの、パチンコと、あの、棒と、あの、高飛び棒と、あの、あれは、 なんだっけはしごは持っときますあそっか今アジサイ持ってるんだったアジサイじゃないアジサイの傘よし収納せんでもよかったかなもう、まあ、いいかそうなんかゲームの画面共有はねやり方が分からないんですよねだからあのもう私のあのあれにかかってるんだよねそう私のなんだあれにかかってるのもう私の 語彙力にかかってるもう今の時点でだいぶ語彙力がやばいけどはいというわけでじゃあじゃあ今から40分ねタイマーかけますよタイマーじゃない測りますねそれじゃあ行きます40分でどれだけ魚で儲けることができるか用意スタートはいというわけで始まりました「勝手に釣り大会」です まず海辺に行きまマジでね夜暗いからさ魚見えないんだよねおっとこんなとこでメッセージボトルメッセージボトル拾っちゃったえ全然魚いなくない見えないんだけど魚あいた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 ,いた今日エイが結構釣れたんだよね多分でもこれアジかなアジアジってここで釣れるよねアジだやった はい次くらっマジで暗いあよいしょしいしょ次もこれ絶対アジでしょ大きさ的にいやアジよりちっちゃいでもアジっぽいんだよなのアジっぽいアジだアジって美味しいよね次あよいしょよいしよアでも鈴木 鈴木とかだろうなこの大きさこれはあっいや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 これ鈴木じゃないかもしれんいや鈴木だわやねんえ鈴木だねいや鈴木ちょっと鈴木釣った時ってあちょっとテンション下がるんですよねなんかあ割とこの魚大きいかもって思ったら鈴木なんだよねそう よし、川に魚いた。ジャスティン大体さ、なんか、崖の上にいるからさ、崖の上にいるからさ、なんか、マジでさ、ジャスティンのとこに会いに行くまでが結構大変なんだよね。ウグイっつった。ウグイって私、食べたことあるかな。ウグイって食べれますか食べれるよね。 多分食べたことない気がするうぐいはどうなのかわからんあよいしよいしよしこれはブラックバスとかじゃないよいし今んとこ失敗一匹もなしはいブラックバスかブラックバスとスズキってちょっと似てるよねあつ森はねあの私普通にスイッチでやってますでもあの動物の森あのスマホでできますよあのポケットキャンプっていうアプリがあります でも私はポケットキャンプにもう何ヶ月もログインしてません。ちょっと今自分の中でブームが去ってる。ポケットキャンプは。一時期めっちゃ来てたんだけどね。はい、ブラックバス。ああ、いいの釣れんな。でかい魚釣りたいわ。これもなんか、 ウグイとかそこらへんだろうなポケモリ消しちゃったのえユイエロユーロパーチじゃんイエロパーチもしかして新しいいやでも今日は売るまだ私あの消してはない割とさポケモリにだいぶ頑張ったから消すのはもったいなさすぎて消してないんですよねそう まあほんと人によるよね。さあ、いい魚いないかな全然いなくない魚。海全然いない。あ、い緒しょい,い,い,いたしょ、いた。でもちっちゃいな、た、タツノオトシゴではないか。もうちょっとちっちゃいかも、タツノオトシゴ。でもアジってこんなちっちゃかったっけ今ちょ、めっちゃ上から撮ってるからわかんないんだよね、アジだったわ。 アジは上から見たらこんな感じなんだ結構ちっちゃいな上から見るとあでもどうせ鈴木なんだろうなあの大きさは大体あれぐらいの大きさって鈴おいおい風船風船風船来ちゃったよ風船来ちゃったもん風船来ちゃった恋が釣れた違うタイだったおバカちゃんおバカちゃんでは今のはおバカちゃんはい なんあ海で鯉が釣れると思うな <laughs> 鯉と鯛を間違えた割烹にもらっちゃったよあの風船ねなんだっけで釣り <laughs> なおでも鯛はなかなかいい値段になると思いますなんで鯉と鯛を間違えたんやろかでもこれ鈴木かな あ鈴木だあ、そうサメは夏なんですよだから多分今いなくてサメがやっぱね売れるんだよねあんまりさこういう話しちゃいけないのかもしれないけどやっぱ銅盛りはねサメ高いんですよあミスった初めてミスったもうダメだダメじゃない頑張れ私まだまだ始まったばかりよあと34分あるあと34分あるよあ、よしよしよし でも多分これも鈴木なんだろうなよいしょやっぱでもやっぱあつ盛だけじゃないんだけどああ彼が釣れたであつ盛だけじゃないんだけどやっぱある程度お金を貯めるんですよ私あのやっぱねティアラが欲しくてティアラ王女クイーンの冠でもマジベラボインに高いの100万ぐらいするのね100万ベルぐらい。 だからちょっと毎回それのためにちょっとお金貯めてるっていうのはミスった。喋ってたらミスった。でもあれ鈴木かなそれとも A かなあ、でもあれは多分アジ。アジこっちに気づいて。アジよしゃ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 まだアジとは決まってないけど多分これはアジ。うん、アジ。 さてと海のお魚ちゃんまだまだいっぱいいてほしいんですが一旦川に行こうああそこに魚発見あ初見さんありがとうございますあブラックバス釣れたかぼちゃをたくさん育ててってる私もかぼちゃたくさん育ててる あの魚ちっさカエルカエルか違うなってかするけどな。こんなグッピーかグッピーっぽいな。あ、違ったわ。タナゴ。しかも初釣り。でも今日は、売る。あれ遠いなぁ。さすがに遠いか。頼む。 こっちに気づいてくれ頼む多分ブラックバスだけどお願いお願いこっちに気づいてよいしょ頼むなんでうーん気づいて諦めようどうしようはしごはしごでウィークかえこんな時になんか化石みたいな見つけたくなかった今日は無視だ今日はバイバイ 来なかったんで一旦諦めて違うところに行きますちょっとさすがに近かったよし完璧でも多分ブラックバスいやこれ濃いかなでもブラックバスな気がするあ,あブラックバスだ でもここら辺あんまり魚っていない魚じゃない、川がないんだよな、そもそも。ジャスティンどこにおるんっていうか。ジャスティンさ、マジで、あ、いたいたよかったよかった。でも、ジャスティンにいつもほんと崖の上に、崖の上っていうか、崖の上におるけんさ、ちょっとね、行くまでがあの人不便なんだよね。割とさ、レックスはさ、下にいてくれるんだけど、ジャスティンはさ、 一瞬ジャスティンの名前忘れちゃったごめんなジャスティンジャスティンはさ結構上にいるからさちょっと行くまでに時間かかっちゃうさてとなかなかいないなお魚ちゃんあいたあれもタナゴかなそれともグッピーはもうちょっとちっちゃいかな グッピーだっけ名前そもそもグッピーかどうかが怪しくなってきた,リッ,たリッキーはねあ卵だったリッキーはねあのおいでよ動物の森なんでいないんですよねこっちにはあのゲーム自体にはいるけどうちの島にはいないリッキーはでもちなみに私はリッキーは別に好きっていうよりかはね 別にリッキーは普通なんですけど私の好きなキャラクターはシャンクスとシャンクスシャンクスって言ってた <laughs> 卵めっちゃ釣れてないあ今海じゃなくて川で釣ってます私あの住民だとトムソンとラッキーとダンベルが好きなんですよ多分他にも好きなキャラいるんですけど でもトムソンとラッキーとダンベルだよね。うん、合ってる合ってる。うシャンクも、シャンクめっちゃ好きなんだよ、マジで。あと、見知らぬ猫も好きなんですけど、まあ、住民じゃないけどね。あー、また微妙なところに魚、いや、これは微妙じゃないな。多分これもタナゴでしょ。タナゴめっちゃいない今日だけで。いや、まだタナゴとは決まってない。もしかしたらグッピーかもしれん。タナゴだったわ。 喫茶店作った喫茶店作ってないね。全然進んでないよ <laughs>。全然進んでないもん、私の集まり。まだトタケ家来てない、トタケ家。あれ、トタケ家より喫茶店先だっけ多分これはブラックバス。あ初見さんありがとうございます。いや、ウグイだった。あー、釣り竿壊れた。はい、じゃあ次。次の釣りを使いましょう。 まだこんだけしか釣れてないのすっくなっよしじに行くかなかなかねちょっとやっぱねつ魚ってそんなたくさんいないんだよな困るわあっあざらくああ、多分鈴木だろうな <laughs> 鈴木に対してのさ態度が失礼なんだよな いやでもこれは鈴木な気がするあ鈴木何匹かっていうと1234567891011121314151617181920匹です20匹しか釣れてないしかもいい魚がいないほとんど濃いぐらいしかいないちょっとピンチですね 今日中にこの回で2万ベルぐらいは行きたいんだけど2万ベルはきついかな40分はいい魚に巡り会えたらいいんだけどねでもこれ多分アジまあこれはあれだねチリも積もれば山となる方式あ,あカレイだったカレイってさ高いんかな 全然わからんのんよねおおやどかにこれうぐいか私海と川をめっちゃ行き来してるやっぱ釣り中に喋るのってなかなか難しいんだよな石が釣れた石は別に釣れんでええ あ、泳い、あのね、泳ぐのは魚にならないんだよね。そう。確かにあの、マジであの、あれなんですよ。確かにあの、海の幸はマジでお金になるんですけど、今日はやっぱジャスティンが来てるからさ、ジャスティンに魚を売りたい。魚が高く売れる時に魚を売りたい。タイヤ ねえ石とタイヤ釣れたんだけどなんでやねんあおカタツムリだでもちょっと今あの網ないからごめんカタツムリは釣れつカタツムリは釣らない網はちょっとないからちょっとあれですカタツムリは取れませんごめんねカタツムリ多分これはブラックバス意外と長かったけどブラックバス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 わからん これはうぐいかないやでもちっちゃいな。なんだろう。イエローパーチとかフナだった。あんまりね、あれなんだよね。ちょっと川の魚はまだ大きさで判断できないんだよな。判断、判別。できないんだよね。難しい川の魚。 海の魚は割と分かりやすいんだけどねおおアザラクとた平太が一緒にいるお仲良しあっでもこれこの大きさ多分アジだろうなマジでいい魚が釣れないなんでなんでこんなにいい魚釣れないの今日 あーミ,スターンミスリンチョしちゃった。まあいいや。釣りだ次。あいた。でもあれも多分、ウグイとかなんだろうね。いやでも、鯉かちょっと長い鯉とかかな今、川にいます。 あ、ちょっといいやつかな濃いかな違う、何これ。パイ、パイクパイクパイクはまあでも、まだいいお値段になるかしら。値段のことしか考えてないね。ごめんね、ほんと、魚たち。ジャスティンのところで、幸せになるんだよ。ジャスティンってお魚買い取ってどうするんだろうね。 それが気になる家で買うのかなな上海がに釣れたここで新しい魚いっぱい 来るのちょっとやめてほしいんだけど <laughs> あのジャスティンに渡そうかどうかちょっと迷ってしまうでも今日は渡すって私は決めたあれ今度こそグッピーじゃないいやでもタナゴかなぁグッピーってもうちょっとちっちゃいんかなタナゴだったわえっもう20分20分になるあっまあ今22分だけど22分36秒 もうちょっとで半分だよ全然釣れてなくないみんなどのぐらいお金になると思う今日の40分でどのぐらい稼げると思うあっしよしよし痛い痛い。 まずポケットをいっぱいにするのが大変なんだけどあんま魚がそんなにいないから鈴木だろうなタイとかじゃタイとかだったら嬉しいんだけどでも鈴木なんだろうなえー、ええっちょうちんあんこを釣れたんだけどえ今日だけで新しい魚3匹目なんだけどどういうこと <laughs> <laughs> どういうことでもちょうちんあんこうってあんなにちっちゃいんもうちょっと大きいイメージあるにもとかってさめっちゃにもに出てきたちょうちんあんこう結構大きかったよねだから私ちょうちんあんこうってなんかマジでサメぐらいあるんだと思ってたあこれはたいだまたこいって言おうとした今があ,あと3匹でポケットいっぱいになるねよし あと3匹か3匹が結構大変なんだよなあ九9時になった9時のチャイムが聞こえるこれは多分鈴木だろういやこれは鈴木だあと2匹あと2匹でポケットがいっぱいになるのでジャスティンの元に会いに行くことになる 見つけた多分あれはタナゴだ今日だけで、ね、何匹釣ったかなさすがにこれは気づかんんんしょさんありがとうございますフナだったフナは普通なんだよなあと一匹かそうだね 待って、アザラクが考えてるからちょっと聞いていいバスタオル探してないんだけど探してないよって言ういらん。いらんって言っちゃったごめん。あーポケットにいっぱいになった。ポケットにいっぱいになった。ちょっと一旦置かせて。えー、っと、なんだったらちょっと割烹着も置くわ。紫じゃないこれ。割烹着もこの辺に飾って。 かわい,いあと2匹になったあのポケットのが開いたからああ鈴木鈴木ってさなんで鈴木って鈴木なんだろう <laughs> よくわからないこと言い始めました ちょっとやばいな時間が思った以上に釣れなくて私びっくりしてる思った以上に魚がいなくてあと1匹あと1匹でジャスティンのとこ行けるのにもうあと18分51秒しかないやばくないポケットをいっぱいにするのに半分使っちゃったもんこれは2万厳しいかないや2万はいけるんじゃないいやでもこれで1万いけるかだよなでも1万はいける気がする1万ベルね うん、ミスったもうバカこんなとこにミスるなんてここでミスっちゃいかええー、全然魚に会えない全然魚いなくないあいしょあいしょいたいたでもあれも多分タナゴ。タナゴばっかりジャスティンもびっくりだよ フナとタナゴの大きさはちょっとまだあれだな違いがわからん大きさのよしじゃあちょっと急いでジャスティンのとこ行きますねジャスティーンジャスティンどこ、まあ、あの人本当にいつもどころが分からんでも多分ここら辺のはずジャスティンいたジャスティンジャスティン はい、魚ガノブリはい。えー、っと。アジアジ鈴木ウグイブラックバス、ブラックバス、鈴木タナゴ、スズブラックバス、アジカレイ、す鈴木タイアジイエローパーチブラックバス、タナゴ、タナゴ、タナゴ、ナゴウグイカレイ、ブラックバス、フナ、フナフナ、スズキタイチョチアンコタナゴ、シャハイガニ、パイク、フ段ナ。はい、みなさん、これでどのぐらいいくと思う私は一万 5000ベルぐらいいくと思うはい3万4890ベル売りますやば目標達成しちゃったんだけどはいやパイクどれどれのえどれの影響これどれの影響でどれそれがわからないけど どれどれ,どれが影響してるのどれが影響してるのそれが分からんよしあと16分や多分16分ではポケットはいっぱいにできんからとりあえず16分いっぱい釣ってそれを売るわでもこれも多分フナかフナだな卵だったわ やっぱ船と卵の違い分からん。お姉さんには分からん船と卵の違いが。教えてじゃ、ジャスティン。船と卵の違いって何ま、あとりあえず、いや、海に行こう。パイクかなでも。分からん。マジで分からん。これは船でしょ船っ,ぽい船っぽい、船っぽい。 あだしししフグ釣れたフグフグって海海だったよね多分あみんな集ま盛してる人集ま盛一緒にしてくれてるのもしかして魚一緒に釣ってんのこれはタナゴだろうなちょっと分かってきたかもまだ正解がどうか分からなのに。 これは棚子な,な気がする。おいっしょい、棚だ。はい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 、分かってきた分かってきた。ふ、あの、船なと棚の大きさの違い、なんとなく分かってきた。フナの方がちょっと一回り大きい。あー、ちょっとこれは、いけるか。気づけ。無理か。うん。いけー気づけよっしゃ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 。これはでも多分ブラックバスとかだろうな。 いや、これはブラックバスじゃなくないフルえがパイク、パイク、パイク。来たーパイク来た。ちょっと後でパイクだけ単体で売ってみるね。それでパイクの値段を知る。私は。ジャスティンにとってのパイクの値段を知る。これは普段な気がする。教えてくれたわ。あー、ドンコ釣れた。 めね今日はドンコは結構ねポケモリで釣れるんですよそういうイメージがあるまだだまだだでもこれは多分味あーミスターなんでミスるんミスってる暇ないんだけどどうするあれちょうちんやんこだったらもう私立ち直れない もうい,いやよしこれはアジだなこれは絶対アジだじゃあさっきのカレイとかかな大きさ的に分からんやっぱタイミングって難しいんですよねしかもしゃ,べしゃべりながらは割とさ大変ではあるはいアジえー、っと あとはあと13分か割と厳しいおおおヤドカリが2匹も全然魚いなくないびっくりするほど魚いないんだけどでいまだに私の家の前はもうハロウィンの家具置いてますだってハロウィンの家具って可愛いんだもんまた考えてんのライオネルもごめんちょっと あなたの相手をしてる暇は正直ないですごめんなさい大体いい考えてる時って引っ越そうかしらって言ってるんだよねさっきあざらく違ったんだよああ彼言ってたちょっと言っていいなんだよ おかしくないよ、コメディアンな服。えもうさ、マジでさ、引っ越しかと思ったじゃん。なんであね何なにコメディアンな服ってもう置いとくねちょっと。ああ、かわいいじゃん、普通に。え、絶対合うと思うけど。なんで手放そうと思った絶対合うと思うんだけど。結構かわい,いじゃん、コメディアンな服。かい アジーよしよしあじこれは絶対あじでしょうはいあじ人手はね今んとこ連れてないねあよし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 でもこれは多分鈴木だろういや違うちょうちんあんこああカレイだったわいや違うこれヒラメだ いや今日のね私のコーデめっちゃいいと思うんだよね最高あよいしょよいしょ痛い痛い痛いでも多分鈴木じゃないかないやでもヒラメかいいあ長い早く早く早く提灯あんこうか あ,あなんだ鈴木かよめっちゃ貯めてたじゃんめっちゃ貯めてたからいい魚って思うじゃん多分あれはアジだあ,あと10分になやばいああアジだはい次えー、っと いいいいいでもあれあれ大きさ微妙だな恋か違うまた間違えた恋と対応なんでこんなに間違える私ああヒラメだし違うカレイだしヒラメとカレイも間違えた恋と対応を間違えるのはなんでなんやろか似てるから意しか合ってないけどな たぶん、鈴木だろうな。いや、ヒラメかいや、鈴木だ、これは。恋じゃない、タイ。恋とタイめっちゃ間違えるんだったタイ。タイ釣れたよ、タイ。よし。たぶん、あれはブラックバス。よし。あー、ブラックバスだな。 ブラックバスターはい次魚はどこにいる早く会いたいな君をジャスティンのもとに連れて行くよあいた さあ君もジャスティンのところに一緒に行こう誰だ鈴木かあ,あカリーだったわあー釣り竿が壊れたやっぱもう一本作っとってよかったわあと8分やべえあれはアジださあ君もジャスティンの元に一緒に行こう あ,あミスった逃げられたマジでジャスティンってさ魚買い取ってほんと何するんだろうジャスティンのお父さんはさ多分魚政でさ魚政は魚食べてたんだよね釣り大会で私それが結構衝撃的でちょっと魚政怖っって思ったんだけどな目の前で食べ始めたから びっっくりしちゃって多分これはフナ違ったドン子だったああこれはタナゴだわそれはタナゴ気付かんわなるべくねやっぱ魚がちゃんと気付くところに置いてあげないと。 石が釣れました今何のゲームしてるかはテロップに書いてますこれ気づいて気づいて気づいてよ気づいてお願いあじしゃ気づいたでもゃぶんブラックバス,じゃブ,ラックバスブラックバスだなあータイヤ石釣れたらタイヤ釣れるのはなんなんマジで 今君たちはお呼びでなないのよごめんなちょっとあの魚諦めるわい。なこうちょっと私の家はここに立ってるのちょっと不便だわえー、っとあっよしでもあれはブラックバスだろ石は普通の石だあウグイだ なんで石こんんな釣れるん石の釣りにタイヤっていう法則は何な,なんやろねあいた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 でも多分鈴木いやでもカレイかこれはあっカレイだあ初見さんこんばんはどうも。 えーもう風船もう風船にかまってる暇ないごめんな風船ちょっとあとね5分しかないんよこれもカリーだろ違ったミノカサゴじゃんミノカサゴは普通なんだよねイメージだけどねあ痛いたいたいたこれはどうなんだろうカリーかな鈴木にしてはちっちゃいもんな うん分からん早くああよしおミノカサゴじゃんミノカサゴ2連ちゃんあと4分30秒あれはなんだあれミノカサゴいやでもカレイっぽいなでもミノカサゴかな分からんいやこれは鈴木かああ鈴木だ 震 <laughs> えで判断してる船虫みたいに泣いたけどちょっと後回しごめんなよいしよいしい多分鈴木だろうあれはうわ結構3回目からきついんだよな耐えるのってああミスター じゃあ鈴木じゃなかったからはもう3回目からが私耐えるの割としんどいんだよな耐えられなくなるよしいた今日だけで4匹ぐらい失敗してんのちょっとショックだわ早っ多分これ鈴木だわあ,あ鈴木だあと3分23秒 魚がいねえあたいは海で粘るんだ魚が全然いねえよあいた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 でもスズキっぽいなでもちょっと大きいいやこれスズキじゃないいいやつだ何うわー シーラカンス釣れた。シーラカンスシーラカンスシーラカンスんどれシーラカンスんやばい、デジタルト方がよこった。アジ釣ろ、アジ。アジ。これは絶対アジ。あ、初見さんありがとうございます。アジですね。シーラカンスっておったっけいやでも一回釣ったことあるよねよし、ウロ。 あのそうなんかねやっぱちょっと初めましてのさ人ってさちょっとね寄贈しようかどうか迷うんだよねマジでおタイだよし,よし最後の最後で恋とタイも間違いなかったよしあ,あとまあ連れて2匹だろうな それは見えんよしこの一匹で終わりそうなあ,あやばいなんで最後でてこつるんだよなんでだよ気づけ無理かいけ気づけなんでよ気づいてるよ気づいてあいしょしこれは気づくはい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  <laughs> 煽るな シーラカンスか,かイエローパーチじゃんあと匹、あと1匹、あと1匹。あと1匹。あと1匹せめてあと1匹よっしゃいしゃい。たあれはね、ブラックバス。あ,あ、ブラックバスだ。あと50秒か。もう終わりかな。あ,あ、シャシャシャ、でも多分これもブラックバス。 これはさすがにああなんだよねああブラックバスブラックバスだねあと1匹釣れるかなああいやあれは釣れん気がする諦めようバイバイあと1匹あーあれも届かんな あと10秒はきついな無理だわいないな、うん、はいということで40分経ちましたんでじゃあ最後にジャスティンにね売りに行きますよいやでもあのシーラカンス釣れたから結構いいんじゃないのと思うんだわ じゃあ何円かみんな予想しよう。私は何円じゃない何ベル。ええー、6万ベル。6万ベルは行き過ぎだな。うん、4万ベルにしとくわ。4万ベルも行き過ぎでも4万ベルにする。みんなどのぐらいだと思うじゃあ行くよ。 そうリスペクト価格だから普段よりもねお魚高くなるんだよねタナゴ、フナ、ドンコ、タナゴ、パイク、ドンコ、アジ、カレイカレイ、ブラックバス、タイ、カレイ、アジ、スズキ、ヒラメ、アジ、ウグイカレイ、ミノカサゴ、ミノカサゴ、スズキ、スズキ、ズキシーラカンス、ブラックバス、ブラックバス、バスエローパッチ、タイ、アジ五万ベルぐらいかもあ、初見さんありがとうございます 4万8150ベルありがとうございますまあまあまあいい感じだったわ予想は。はいということで今回ねあの魚だけでどれぐらい40分でどれぐらい稼げるのか、まあ、今日ジャスティンがいたからねあ,のあれだったんですけどそういい値でちょっと魚があれだったんで、はい、今回40分で 83,040ベル稼げました。ありがとうございます。さあ、これもね、まずは役所に、あの、預け入れをしに行く。もうね、私はもう間違えない。もうね、もうなんでローンに入れちゃったかな、今までの貯金全部。 なんで今までの貯金全部入れちゃったかな預け入れだ全額あよいしょっとこれでよしローン残高があと4十万9十九万8476ベルなのか四十5 0万近くあるのかあ今所持金はゼロです よしじゃあメッセージボトルでも見るかあ可かわいいこの便線引っ越し段ボール覚えたところでなよしじゃあちょっとタイヤを売りに行くわタイヤ売れるやめとくかちょっとじゃあポケットの中整理して集まりは終わろういやー結構ね釣れました いや釣りましたじゃない結構お金稼げて私は嬉しいです石収納してであと網スコップ斧の この。上路。青い風船、おかりの。えーっと、あと何持ってた。あ、そうだ。傘、傘,傘、傘。傘をね。出そうと思ってたんだよ。傘、何がいいかな。この黒いレースの傘にしよう。 はいということであつ森はじゃあここでおしまいとちょっとお水飲みますねかそういえば今あつ森ってさセーブし忘れたらどうなるんだろうねまだセーブし忘れたことないからわかんないんだよ でもリセットさんいないんでしょセーブし忘れてもじゃあ誰が出てくるのさそれがマジで気になるわ自動じゃないもういつの時代も手動セーブは。 かゆまああとねちょっともう <laughs> 5分もないんですけど今日はねはいあまりコメントも読めず申し訳ない。 さささあ、ね、さあああねじゃない <laughs> まあ、明日日日日金曜日平日最後の日ですそうです <laughs> そういえば今日は私あの,私あのベビーポエムの冬のショコラ味食べました今年初の今年初今季初のベビーポエムショコラ味ですよ美味しかったマジでやっぱショコラって本当に美味しいのマジで美味しいみんな食べてほしい そう,そういえば今日って11月11日でさいろんなお菓子の日じゃないで私あのなんかさまあ特に何か食べたかって言われると私ポイムぐらいしか食べてないんだけどその11月11日のさなんか11時11分って揃ったらなんかおおってなるじゃん。 っていうのをさ小学生の頃とかにあのクラスメイトがすごい「ウォー」って言ってて私もちょっと今日気にしよっかなって思ったらね思いっきり時間過ぎてて11時42分とかだったわ <laughs> 悲しいなんかもう今日さマジでいろんなさお菓子の日じゃんかポッティ、プリッツあとトッポとかその他もろもろいろいろあるからもういろんなお菓子の日だよね今日は。 で一番最後に食べたのはなんかプリッツのさつまいも味みたいなやつ美味しかったよさつまいもの味した当たり前か <laughs> 当たり前だわであと今日はねアイドリッシュセブンのももちゃんはね私がアイドリッシュセブンっていう作品があるんですけどゲームのそうその中で2番目に好きです ももちゃんみたいな髪型を髪色に染めてみたいし気になる方はアイドリッシュセブンももで調べてみてくださいそう染めるんだったらあんなふうにしてみたい一回ぐらいああいう髪型してみたい絶対に合わないと思うんだけど私はそうでも憧れるんですよねああいう髪型に。 そう割とリアルでもそうああいう髪型憧れるでもマジで絶対似合わんと思うよね想像できんもん自分のあの髪型がでもやってみたいなすごいでもまだ髪の毛を染める気はそんなにないんですけどそう、まあ、でも人生で一回ぐらいは染めてみたいよねなんかそうって思うんですけど染める気は全くない そう黒髪が割と気に入ってるっちゃ気に入ってるからさねあウィッグっていう確かにその手もありますよね素晴らしいねやっぱ時代は進んでるよって言いたいけどカツラは昔からあるか <laughs> ね 黒髪は絶滅危惧種、そうでもないと思うけどね。わかんないや。<laughs> 絶滅危惧種は言い過ぎでしょう。言い過ぎです。<laughs> 言い過ぎですっていう。 はいということでねじゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思いますじゃあまずはギフト読んでいきますありがとうございますえっ、ー、とアーティーさんがポップコーンレディオスさんがポップコーンアーティーさんハイチーズとえっ、ー、とポーションえっ、ー、と大粒ちゃんが、えー、とポップコーンアーティーさん最高キャトルさんハートハイちゃんさんメリーゴーランドアルビンズランクさんハートアーティーさんポップコーン 大ちゃんポップコーンハルにゃんさんかわいいレディオスさんポップコーンはやちゃんさんがポップコーンバゲットハルにゃんさんやばいポップコーンのあれがカラスの赤子さんえーと風船ラスカルさん風船飯田裕之さんポップコーン大粒ちゃんポップコーンやばいちょっとポップコーンのゲスタルトがブティニャンさんがポップコーンバゲットえーと猫3匹とジョンさんがチュロスアンアッキーさんがポップコーンバゲットブティニャンさんケイトはやちゃんさんはいチーズと ポップコーンハルにゃんさんファイト桃の天ぷらさんがポップコーンバゲットと風船アーティーさんポップコーンハルにゃんさんハートありがとうございました皆さんねイベント参加してくださって嬉しいですありがとうございますえーと13位アルビンズランクさん12位飯田裕之さん11位相葉キントッシュさん10位キャパさん9位アッグは広島県民さん8位夏目さん7位猫三匹とジョンさん6位大粒ちゃん5位アーティキーさん4位レディオスさん 3位カラスのかーこさん2ブキニャンさん1位がはやちゃんさんでしたそしてはやちゃんさんポップコーンありがとうございましたポップコーンがすごいはいというわけでねじゃあ今日も見てくださってありがとうございましたまた明日おやすみなさいまたねありがとうございましたおやすみ